こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。この DJ 解説動画を見ていただければ、初心者 DJ の方であったりとか、クラブミュージックをですね、これから聴いていこうと思っているクラブミュージック自体にですね、初心者の駆け出しの人ですね、そういった方はですね、このクラブミュージックをですね、よりよく、楽しめるような、情報がですね、この動画からですね、掴んでいただけると思います。また、初心者 DJ の方もですね、この一流のですね、DJ の方の、スキルをですね、私の解説を聞いて、すぐにでもですね、こう真似できる部分、そういったところをですね、何か、得てですね、この動画見終わった後にはですね、ちょっとこうテクニックが上手くなっている、そういった感じになっていただければいいかなと思って、解説させていただいておりますので、ぜひぜひ、最後まで見ていただければ嬉しいです。それではですね、早速動画を解説させていただきたいと思います。はい、この動画はですね、リッチー14のですね、ボイラールームの、DJ セットになるんですけども、こちら元々の動画のリンクはですね、概要欄に貼っておきますので、そちら見ていただければ、この動画の、DJ セットの内容はですね、フルで見ていただけると思います。そちらの方はですね、時間が約、1時間13分ぐらいなので、しっかりとですね、リッチー14の世界観がですね、楽しめる尺となっているので、ぜひ見ていただきたいです。で、私は、その動画のですね、開始20分ぐらいのところから解説しておりますので、私が解説している部分を、私の声抜きで、聞きたいと思った場合はですね、本編の方のですね、20分からスタートしていただければ、大丈夫です。では、今回、このリッチー14のですね、DJ 動画の中から、初心者 DJ の方がですね、すぐに真似できる、テクニック的な部分と、クラブミュージックをこれから聴いていこうと思っている方が、より、楽しくクラブミュージックを聴く方法をですね、解説させていただきたいと思うんですけども、それは何かというとですね、リッチー14は、この動画以外でも全部そうなんですけども、リズムの構成、踊らせるためのリズムの構成をですね、非常に深く理解していて、それをですね、もう誰よりもですね、効果的に利用して、この会場に来ているお客さんたちをですね、こう踊らせているっていうところなんですね。なので、そういったところの、教科書的なもアーティストであり、すごく役に立つ動画になりますので、ぜひぜひこう何回か、ここ聞き直していただいたりとか見直していただければいいかなと思います。では、それってどういうことかっていうとですね、他の動画でも、低音域の話であったりとか中高音域の話、音の、周波数の場所の話とかいろいろさせていただいていて、そこでもなんか人って踊りたくなるんだよとかって話はさせていただいてるんですけども、そことはちょっと違う部分で、今回はお話なんですが、まずですね、テクノミュージック、ハウスミュージックって四つ打ちって言われる、基本的なリズムがあります。それって何かっていうと一小節ですね、1,2,3,4 ってその一小節の中に4つの拍を用意していて、その表の部分に、キックの音が入っているってやつですね。ドン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 ってやつですね。で、なんか音楽の時間とかで、皆さんされたかもしれませんが、1,2,3,4,2,2,3,4 とか1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 とかっていう感じでカウントしている方、覚えている方いらっしゃると思いますが、あんな感じで、一小節を4つで分解している音がですね、ダンスの、ダンスミュージック、クラブミュージックの基本としてのですね、形としてあります。もちろん、レゲエだったりとかヒップホップは若干違うんですけど、今言ってるのは、ハウス、ディスコ、テクノの話になります。で、この構造を、メインに置いていて、で、ただこのドン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 だけ聴いていても、それに合わせて、踊っていても、体が感じてる音であったりとか、体が、その掴んでるリズムってこの1,2,3,4 だけなんですけど、ここにハイハットの8ビートが入ってくると、こう、チッ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 って、その、ドン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 のバイスですよね。なんで、ドン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 がどっち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 ってなってくると、ここに合わせて体を動かしていると、今までドン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 ってこう一小節の中で4つのビートしか体は感じていなかったんですけども、そのハイハットが入ることで体がこう揺れながら、その一小節の中の4、
4つじゃなくてその倍数の8ビートをですね、体が刻むようになるんですね。でも細かくいくと、それをさらに倍数にする16とか、さらにそれを倍数にする32とかってあるんですけども、まあそこまで細かく、32まで細かくビートを体が刻むことはないと思うんですけども、踊ってる時にですね、体が本当にもうめちゃくちゃビートを掴んで踊ってる時って、1小節の中の、16で刻んでるビート、これをですねしっかりと掴んでることが多いんですね。でそれを無意識に、掴んでいくように、このリッチ14はですね、音をですね調整していくんですね。でそれどういう風にやってるかっていうと、もちろんこのドン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 に合わせハイハットの音を入れてきたりとか、ハイハットの音をですね強弱させて、そのドン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 以外の音も、耳に入るようにするんですね。で低音域でずっと鳴り続けてドンドンドンのに合わせて、中高音域のですね、例えば、シンセサイザーの音であったりとか、ボイスであったりとか、もちろんハイハットとかスネアとかクラップとかっていうパーカッションの音とかもいろいろ使って、細かい、なんすかね、リズム、ビートをですねちょっとずつ聞かせるんですね。なんで面白いのが、最初ドンパンドンパンなのに、そのパンがパパパパパンとか鳴ったりとかして、一気にそこのパパパパンっていうので16を、刻んでるんですよね、1小節の中の。でそれを、1小節の中の、4拍目にパパパパパってあるんで、16の刻み方を4拍目に、入れるので、1,2,3,4 の4から、さらに4つパパパパって音が入ったりとかして、まあ、要は1小節の中にドン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 じゃなくて、もっと細かい音があるっていうことを体が感じれるように準備していくんですよね。でそれを知った上で、さらにゆったりしたベースの音で、4ビート、要は4つ打ちのビートであったりとか8ビートをですねもう一回、感じさせるので、要は細かいリズムを知った上で、4つ打ちを感じたりとか8ビートを感じるとですね、なんか8ビートしか考えてない時に8ビートで踊るのとはですね、もう訳が違うぐらいめちゃくちゃ踊りたくなるんですよね。そういったなんですかね、こう人が踊りたくなる、そういったなんかメカニズムみたいなものをですね、非常にうまいことを活用して、プレイするのがこのリッチ14ですね。もう彼の DJ プレイって、そんなに派手なメロディーが入ってくることってそうそうないんですよね。どちらかというと、まあメインとなるドラムの音、パーカッションの音と、ちょっと効果音的に出てくるボイスと、まあ、シンセサイザーのリフぐらいなんですよね。リフって言っても本当にファンって音がですね、ファン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 ってちょっとこうディレイかかったりとかして、そのディレイのリズムでちゃんと16を感じさせたりとか、8ビートを感じさせたりとかするんですよね。でそこをブレイクの時にすごく音をよりもっと細かくして、もうみんながその細かいビートに体を揺らした後にもう一回大きい4つ打ちをドンとさせるんで、もうみんながですね、体で要は1小節の中にある16のビートをもう踊って、それが楽しいって分かってる段階で4つ打ちをもう一回ドンと打ち込んでくるので、もうそれはもう踊りたくなる、効果しかないので、なので、この動画もですね終始結構ディープなテクノが流れてるんですけども、みんながどん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 こう後半に向かってですね、体を揺らすんですよね。しかもみんなのこの揺らし方見てると、なんとなくこのビートに合わせて揺らしてるというよりかは、本当に16のビートまでしっかりと体が、キャッチしに行って、その中で楽しくみんなが、気持ちいい音に身を任せて踊っているっていうのがですね感じられる、そういった、DJ 動画になりますね。
本当にすごい DJ だなと思います。これは、初心者 DJ がじゃあどうやって真似できるかっていうと、やっぱりレコード、まあ、楽曲をですね、購入するときにですね、そういった部分がですね、その曲にあるかどうか、自分が好きな曲をメインにかけるのは当然なんですけども、自分の好きな曲に、そういった人を踊らせる効果がしっかりあるかどうかを、まあ、自分で DJ する前にですね、再度チェックして、あるなと分かったら、それをどういう風に効果的にこうかけたら、まあ、みんなが16のビートをですね、体で感じて踊りたくなるかなっていうのをですね、そういった発想に行くと思うんですね。そういう発想があると、まあ、全てすぐに成果が出るわけじゃないんですけども、考えて DJ プレイを重ねていく人と、何も考えずに DJ プレイを重ねていく人では、圧倒的に10回ぐらい、なんですかね、現場を踏んだ後の、その後の成長速度では絶対変わってくると思うんですね。なので、こういった、まあ、構造を知った上で、DJ を意識してやっていくと、必ず上手くなります。なので、まあ、なんか初心者 DJ の方がこれ見たら、すぐにこうテクニックが手に入るっていう話をしたんですけども、今回はその、なんか目に見えて今すぐできるテクニックというよりかは、ここら辺は、みんな、ベテランの DJ は知ってるんですけども、そうそう簡単にはですね、教えてくれないのと、まあ、こういう話までですね、進むことが結構少ないので、なので、まあ、この動画を見た方はですね、ぜひ、その、知識をですね、活かして、ご自身のプレイをですね、磨いていただいて、そして、これからクラブミュージックをですね、ただただ楽しみたいという方もですね、音楽を楽しむときに、そういった、大きな音に身を任せるというか、細かい音まで自分でちょっと感じてキャッチしに行くと、めちゃくちゃ楽しく踊れるので、まあ、そういった楽しみ方をですね、知ってクラブに行っていただければいいかなと思っております。それでは今回の動画は以上となります。これからもですね、新しい動画どんどん作っていきますので、応援していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございました。